さっき何やつあたっ何やつあっとり半蔵と知ってか話しかけるやつがあるか聞いてなかったんですか聞いてはいたえしかしな、私は弟子は取ってはおらんすまんそうだったんですかじゃあ弟子になってくださいおかしいだろどうぞいやどうぞじゃない俺半蔵だよ杉林だよ知らねえよだいたい見たところお前、百姓だろいえいえ違います百姓じゃない違いますじゃあ何者だ忍びです。百姓なまりじゃねえか、お前。え忍び忍びなまってんだよ。何笑ってんだ、お前。忍びってのはな、修行してこなきゃいけないんだよ。あ、そうですか。やってきました。どんな修行してきた芋を植え、芋を実らせ、芋を掘る。百姓じゃねえか、お前。もう帰れ帰れ。お前、待ってくださいよ。また現れたの。おいの父親、甲賀者とお見受けいたす。私の顔をお忘れですか、ハッタリさん。いや、ハッタリじゃねえ、ハッタリ。ダー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 バー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 ダバダバダダバダーその顔は、バーダバダ忘れもしない。オーバーバーオーバーオーバーオーバーダバダダバダいいんですか音なくていやなくていいんだよえ俺が喋ってんだから今、はい、忘れもしないその顔は我が一番弟子竹丸ちょっと弟子取ってんじゃないですかねえ昔の話だ話全然違うもうハッタリさんですねハッタリじゃお前まで言うんじゃねえよ竹丸貴様に剣を教えたのはこの私だ私に勝てるか少子あの頃の私と今は違う何見せてくれよ我が三刀流三刀流お構いで戦うと申すかいかにも喋っちゃダメだ喋っちゃダメだ手使ってんじゃねえやけくそになんじゃねえよ一本ずつ活用してください、それ一番無理だよ。もう無理だって。三つ入るわけないだろ。雑。刀の使い方。まあいい。一歩も私に勝てると思うか。やられた。え、すごい弱い。様を切るというのならば代わりに私を
加減にしろ。